はい、玉霊園著名人研究家の小村です。今はですね、こちらに来ております。16区でございます。16区に来ております。これからですね、お墓参りに行くところは、富山繁太郎さんのお墓参りに行きたいと思います。富山繁太郎さんはですね、大正昭和期の実業家でございまして、私鉄軌道のですね、PC 枕木の締結、これを発明された方でございます。いわゆる電車通る時の下ですね、線路のところ、あの枕木をですね、発明したんですね。新しいものを発明した方でございます。お墓は16区1種8側でございまして、もうこの列のですね、こちらが、はい、16区1種8側でございます。この列の右手側に、富山繁太郎さんのお墓がございます。もう見えてきておりますね。ちなみに前回の動画は木下律庵さんを、紹介しました。木下律庵さんのお墓はね、ここなんですけどもね、そのお隣でございますね。はい、到着しました。こちらになります。富山繁太郎さんのお墓でございます。まず、墓石はですね、これ、忍って刻んでますね。忍。そして、花立に富山家とか、こちらは松尾家ですね。こちらの左側は松尾家の墓地になってますね。で、この右側が、この富山繁太郎さんのですね、このような紐立っております。墓地紐立っております。そして、墓地もございますね。はい、墓地もこのような感じで、ちょうど真ん中ら辺ですね、富山繁太郎さんの刻みがあります。そして墓地碑にはですね、いろいろ書いてありますね。略歴も刻んでますね。はい、PC 枕木締結を発明しって書いてありますね。私鉄軌道のですね。はい、ちょっとこれらもろもろをこれから紹介したいと思います。なおこちらにもですね、このようにこう碑が立ってますね。あ、このお顔がレリーフもはめ込まれた紐立っております。このようなお顔をされていたんですね。はい、それでは、富山繁太郎さんのですね紹介をしていきたいと思います。富山繁太郎さんはですね新潟県のご出身でございます。1918年の大正7年東洋建築社をですね創設されまして、当時の最新技術鉄筋コンクリートのですね建物の建築請負業を開業いたしました。同時にですね建築用コンクリートブロック製造工場を東京都北多摩郡是政に新設されました。まあ北多摩郡是政といったらですね、この多摩レーンのすぐ近くですね、西武多摩川線の終点の駅の是政ですね。はい、すぐ近くです。ちょうどこの頃ですね、この会社立ち上げた頃ですね、鉄道用コンクリート枕木のですね、開発研究を開始されております。そもそも枕木とはですね、鉄道の線路、いわゆる軌道ですね、これの構成部材のことでございます。名称の通りですね、枕木の木はですね、木の木ですので、木が使われることが主流でございました。日本ではですね、栗とかヒノキ、ヒバなどの、耐久性のあるものが用いられておりました。通常の線路においてはですね、レールを2本平行に施設し、その下に枕木を敷いて、レールを支えます。枕木の間にはバラスト軌道、いわゆる石をですね、敷き詰め、動床を設けてですね、枕木に伝わる列車の重みを分散させたり、弾力性を持たせ具合を調整する役割がありました。この富山さんはですね、この枕木をですねこれまでの木製より耐久性が高いコンクリート製を使用することに着目するわけでございます。1927年昭和2年にですね富山さんが開発したコンクリート枕木が東京駅構内に施設されたことで革新を得てですね、1933年昭和8年にはですね富山鉄道研究所というのを創設されました。まず鉄筋コンクリートの枕木である RC 枕木やレール締結装置、アンチクリーパーなどですね、機動用品の開発研究を開始されております。そしてプレストレスト、コンクリート枕木、いわゆる PC 枕木を発明していくわけでございます。これは RC 枕木はですね、ひび割れしやすかったことに対して、この PC 枕木はひび割れに強く、寿命も長く、そして、重量が大きいので、軌道をよく安定させることができました。戦後ですね、社名を富山機材株式会社に改名、さらに1950年昭和25年には日本光源コンクリート株式会社と改名して、我が国で最初の PC 枕木の製作を開始されております。1955年昭和30年には鉄道機材工業株式会社を創設してですね、レール締結装置など機動用品の開発と販売を開始します。その後も改良していきました。新幹線はこの富山さんの発明した PC 枕木締結をですね、採用して、もう戦後もですね、多くの私鉄はこの PC 枕木締結をに切り替えております。木製の枕木をですね、使用し続けている地方鉄道で列車脱線事故などが相次いで起こったこともあってですね、2018年にはですね、国土交通省は木製より耐久性が高いコンクリート製枕木へ取り替えを通知していたりもします。このように日本ではですね、今ほとんどがですね、この富山繁太郎さんが開発発明されました PC 枕木締結というのを、使用しているんですね。このように富山さんは鉄道産業の発展に大変貢献した功績でですね、1968年昭和43年に勲三等の瑞宝賞を受賞されております。去年は92歳でございました。なおですね、この富山さんの母校でございます新潟県にあるぬったり小学校にはですね、この富山さんをの功績をたたえたですね、顕彰碑がね、立っているんですね。でこの小学校では将来の励みになるようにということで、毎年優れた成果を上げた児童等にですね、富山記念賞というのを表彰しております。ざっとね、簡単ではございますが、この富山繁太郎さんの紹介でございました。いろいろ PC とか RC とかいろいろ出てますから、この PC、枕木締結の PC は、先ほども話しましたが、プレストレストコンクリートですよ。プレストレストコンクリート枕木、いわゆる PC 枕木ってことですね。その略ですね。そういうちょっと頑丈な、コンクリートってことですね。はい。ざっと富山繁太郎さんのご紹介でございました。ではお墓参りしたいと思います。はい、富山繁太郎さんのですね、ご紹介、そして、お墓参りでございました。以上でございます。